あの天狗だとか竜だとか、うん、そういうのもみんな自然霊なんですよね。私はそうだと思ってる、うんうん、元人間だった天狗だとかいないですよね。やっぱり分かんないけど、私天狗っていうああいう姿のああいうのがいるとは思わないけど、これを天狗って言うんだろうなと思うようなのは見たことがあって、はい、それがね、一人っていう言い方変か、なんて言うんだろう、一人なんか元人間だったっぽい人見たことあるよ、うん、あ、そうですか、うん、この間言いましたよね、先生となんか江原さんが出てる番組を見てた時に、うん、なんか江原さんがそのいろんな旅に出て、うん、いろんな地域をこう訪れるみたいな、そういう話の時に、うん、なんか鳥居があって鳥居の上に天狗がいたって先生おっしゃったですよね。うん、そうそう、そういう感じの天狗、これを天狗って言うんだろうなみんなっていうような、そういう感じのは、うん、うん、見たことあるよ。あの時の天狗はどんな天狗だったんですか？私に見えるのは、ええ鼻の長いああいう感じではなくて、うん、もっと鳥に近いんだけど鳥じゃなくて、うん、風を操るみたいなイメージありますけど、鳥とね、うん、木が合体したような、おなんつうんだろう、ただ姿はやっぱり私のイメージしやすいように人っぽい感じにはなってるけど、想像というか説明して想像できるかどうかわかんないけども、ええ、髪の毛とか、ええ体の体毛っぽいのは葉っぱっぽい感じなの。おそんで顔が木の幹みたいな感じで、体もおで足が石みたいな感じで、おう、うん、で背中に鳥の羽みたいの持ってて、うん、すごい姿でしょ。なんかお化けですね。すごい姿でしょ。うん、うん、そんで想像するとグロいですよね。うん、で手の先、手の指に、人間の指に当たる部分はなんかね、木のつるみたいな感じになってて、こう自在に動く感じなのね。そういう姿でその鳥居の上にいたのよ。それさ、普通の人が言う天狗とは絶対違うでしょ。でも多分これを天狗って言うんだろうなみたいな。そんでなんかね、なぜかわかんないけど、腰のところにこうひょうたんみたいな、なんかこう水入れみたいなの持ってた。あの水で何かするんだろう、中に水が入ってんのをなぜか私は知っていて、うん、あの水で何かするんだろうなみたいな、うん、なんかそんな感じに見えるのがその鳥居の上にいて、うん、うん、多分それを人は天狗って言うんだろうなと思う。あ、そういえばまたなんか江原さんの話最近多いですけど、うん、前に江原さんが何かゲストが出た時に、うんうん、あなたの後ろには天狗がいるみたいなことを言ったゲストがいたんですよ、うん、でその話を先生にしたら、うん、私の目から見てそれは私の思う天狗ではないみたいなことをおっしゃってましたよね。覚えてない。覚えてないですか、うん、なんか それはなんか天狗じゃないんじゃないかみたいな。覚えてない、ごめんなさい。誰のことだろう。誰のことですかね。でも多分ね、うんうん、前になんかテレビで見てて、うん、オーラの泉だと思うけど見てて、私の言う天狗とこの人の言う天狗ちょっと違うんじゃないかと思ったことがあったよ、うん、多分違う霊体を指してるんでしょうね。どうなんだろう、うん、例えばだけどさ、私は不動明王さんって、うん、怒ってる顔では見えないのね、うん、大人になったり子供になったりする感じなんだけど、あの不動明王みたいなあんな感じではないの。後ろに火をまとってるわけではないし、うん、だけどなんでそれを人間の言う不動明王に当たるものだってことがわかるんですか。わかんない、それはピンとくるから。ピンとくるわけ。ピンとくるからなんだけど、だから、うん、多分そういう感じのちょっとしたズレなんだと思うのね、うん、でも私が見えてるそれは違うけども、うん、この人が不動明王さんだってのがなんかわかるの、はい、多分だから見えてる面が違うんだと思うんだよね、うん、ほらキャッチしてるそのアンテナが違うんでしょうね、うん、霊の線によって、うんうん、例えばだけどさ、私にとって龍は割とおじさんと子供が同居してる変な人だと思うの、はい、でも他の人って割と人間できてる人に見えてんじゃないかなって気がするの、話を聞いてると。
そうですかね、うん、だから見てる部分が違うから、うん、同じ人なのに違く印象を受けているみたいな、 あれ言ってることわかる？だからもしかしたら同じものを言ってるかもしんないんだけど、うん、違うなっていう気がしただけ。なるほどね、うん、だから持った印象が違うだけで、うん、同じものを言ってるのかもしんないし、うん、やっぱり違うもんなのかもしれないし、確かめようがないじゃない。うん。うん、なるほどね、うん。だからちょっと、うん、江原さんの言う点を否定するわけでもないし。うん。